日本に正規輸入されてない車ということで、まずフロントのタイヤサイズが305、3020インチということで、素材に関しては本当に割り切ってる。ダッシュボードめちゃめちゃクラシックじゃないですか。はい、めちゃめちゃクラシックです。760馬力でございます。すごい、これ過去最高ぐらいじゃないですか。もしかしたらはいえーはいえー、配下も入ってビッグバルブついてみたいな、そんなような音ですよね。全然高回転のあれじゃないんですけど、はい、ユニットじゃないんですけど、はい、もうパワーがチューニングされて絞り出されてるっていう感じ、うん、はい、この個性は必要じゃないですか。いや必要ですよ、こういうのは思います。はい、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフォードマスタングシェルビー GT500 2021年式1万500キロこちらの車両になります。めちゃめちゃ興味があるところが来ました。新鮮じゃないですか。だからなかなかこう触れる機会がなくて、現車も見れないよね、なかなかね。そうなんですよ、車も少ないし周りに乗ってる方も正直多くない、はい、ただ興味はめちゃくちゃあったんで、今回僕個人的にはかなり嬉しい車種です。はい、そして今回ご紹介させていただくと、うん、まずこれ日本に正規輸入されてない車ということで、はい、そうです、新車並行のお車、はい、そしてはい、ボンド名古屋のお客様が乗られたお車ということで、そうです、素性もちょっとはっきりしてる車、はい、ただ、うん、2021年式で1万キロなんで、はい、うん、ちょっとペースは速いかなっていう感じなんですけど、そうですね、はい、話を聞いたらなんか楽しすぎて乗っちゃうという、うん、はい、で結果わずか1年ぐらいで1万キロということで、そうなんでもうちょっと慌てて次の車で入れ替えちゃおうかみたいな感じでした。ただコンディションはかなりいいんで、はい、こんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。でまずそのアメ車の知識もそんなにないですし、もうそもそもシェルビーの GT500、うん、もうなんとなくまあ上のレンジの車なんだろうなっていうぐらいしか知識は全然なかったんですよ、うん、で今回予習をしたら、うん、まあ、いわゆるトップレンジ、はい、もう AMG って言い方が、まあ、合ってるのか分からないけど、すごく乱暴な言い方すると AMG とか、はい、トヨタで言ったらまあ GR みたいな、はい、まあ、要は一番こう走りエンジン足回りを極めたグレードなんです、うん、でそのシェルビーというところに関してはもう皆さんご存知のところだと思いますので、まあ割愛しますけれども、はい、まあ、いろんな専用パーツがついている、うん、スペシャルモデルということで、まず外観から見ていきたいんですけど、はい、まあ、バンパーだったりボンネットなんかも全部専用品ということで、うん、はい、そうですね、これ一括すぎないですか。でもなんかこうアメリカンマッスルみたいな。そうですね、はい、で思ったんですけど、はい、アメ車のこのなんかフォードが、うん、そのリバイバルというかクラシック回帰 の, その戦略でいろいろ車を作っていってるみたいですね、うん、今。はい、そうですね、フォードだけじゃなくていろんな他のクラスラーとかもそういう戦略でやっていってるみたいですけど、うん、そんな中でもこの車の作りがすごくうまくないですか、うん、なんかまとまってるし、その過去のモデルクラシックのモデルをちゃんとこうブラッシュアップしてるように見えるし、丁寧にできてると思いますよ。ちゃんとシルエットが当時のやつがなんか残ってるというか感じられるんですよ ね, ですね、はい、で国産車だとかあとヨーロッパ車なんかだと、うん、まあ、名前こそ復活してみたものの、うん、なんか全然違う車って少なくないじゃないですか、はい、そんな中でアメ車のこういうリバイバル系の車ってデザインがまずすごく優れてるなと思うんですよ、うん、なんかヘッドライトもそうだし、はい、こうになってるこう、うん、バンパーのこのフードのところもそうだし、はい、うん、もう全体的なシルエットがすごくよくていて、うん、あとそれに絡めてなんですけど、もうフォードが今もうトラックと SUV にこう注力しますよ、はい、っていうことで、うん、もうかなり少ないこのロードカーというかスポーツカーになってきてるんですよ、うん、そんな中でもかなり希少な存在になってくるじゃないですか、はい、うん、でバンパーもこれ1個これだって何段になってるんですかっていう、ここにいたら4段ぐらいになってますからね。そうですね、まあ、この辺なんかもうレーシング直系の、うん、まあ、エアロダイナミックスも多分、はい、エアロダイナミックスも考えられてたと思うんですけど、うん、網なんかもう車外バンパーですかっていうぐらい。本当ですね、これは。でこれデザインだけじゃなくて、うん、ラジエーターなんかも大型化のものがついてて、はいはい、まあ、パワーアップに対応できるようなそんな感じになってるみたいです。そしてあとはフードも、うん、これさっき確認したファイバーなんですね。そうです、ファイバーですね。でこの盛り上がりですよ、はい、AMG のバルジがちょっとスポーティーですねとかって言ってる場合じゃないですよここに至ってはもうエラみたいにこう、はい、ダクトが 1,2,3,4,5,6,7,8 と、うん、でこの下にスーパーチャージャーが収まってると、うん、
もうえらい造形になってますけど、うん、そして特徴的なこのストライプ、はい、これがもうずっと伝統で続いてる、そうですね、日本のこのストライプなんですよね、はい、でこれなんか、うん、ペイントとステッカーなんか2種類あるみたいですね。そうですね、2種類あります。でこちらはステッカーのタイプということで、はい、そうです、貼ってあるタイプですね、まあ、これはもう必須じゃないですか。必須ですね、うん、まあ、あえてなしっていうのもいいかもしれないですけど、うん、らしく乗るんだったら絶対必要な、はい、もうミニのストライプぐらい必須アイテムかなと。欲しいところですよね、ここはね。で今回のこの黒いボディにもマッチしてて、うん、本当は青白が王道なんですかね。そうです、青白が王道ですね。なんか昔からのメジャーなカラーの組み合わせですね。だからこの黒白も、まあ、比率がバランスいいのか、すごくかっこよくまとまってるんじゃないか、はい、うん、でも黒白ってあのコブラの時もありましたしね。あ、そうなんですね、はいはい、なるほど、うん、そしてフードはこれが、まあ、いわゆるボンピンみたいな。そうですね、これちょっと後で開けてみましょう、はいはい、そしてコブラにちなんで、うん、こっちにコブラ、はい、これ毒にやられちゃう人が乗ると出てくるんですね。きっと土もやられちゃうと思うよ、乗ったら。ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、そして早速横に回っていくと、横もすごいんですよね。すごいです。これ予習してびっくりしました、はい、まずフロントのタイヤサイズが305/320インチということで、フロント305っすよ。普通のスポーツカーのリアよりもさらに太いみたいな。もう筒じゃないですか、はい、こんなのが装着されてると。そしてホイールに関しては、まあ、シンプルで飽きのこないデザイン、はい、ただアメ車にしてはかなり細い、うん、すごいスポーティーなイメージを。なんかヨーロッパ車っぽい感じのっぽいですよ、ね、はい、雰囲気もありますね。そんな感じを。このグロスブラックのホイールこちらが装着されております、はい、そしてブレーキに関しては、うん、これもフォードのロードカー最大の420倍、はい、うん、でかい、でかいですよね、420倍でかい。で、まあ、スチールのタイプですけども、はい、シックスポット、はい、ブレンボ製のこちらが装着されています。まあ、もうこの後エンジンルームとか紹介しますけど、もうとんでもないスペックなんで、はい、そうですね、まあ、これ必要ですね。もう絶対必要です。そして足回りサスペンションもショックも、あとスタビライザーなんかも、通常のマスタングと違って専用品が、うん、はい、まあ、この辺はもう本当に他のトップレンジ、まあ、GR とか、まあ、AMG とか M とかと同じ流れですよね、はい、まあ、車がまあしっかり鍛えてあると、うん、そしてこの辺なんかもコブラのエンブレムが入ってて、横にもこれストライプ入ってるんですね、はい、そしてもう社外化っていうぐらいのサイドスカートが、はい、でちょっとサイドスカートなんか逆でも成立しちゃうんじゃないかなっていうぐらいの感じだよね、なんかね、張り出しですけど、うん、前もここが抜けてるんですね、はい、こんな感じのサイドスカートがついてて、うん、あと全体的なシルエットがもうまんま、うん、これすごくないですか、ね、うん、ちゃんとここのウィンドウも、はい、もうなんかすごくクラシックを感じる。そう、そのまま再現されてるっていうぐらいウィンドウだし。そうですね、ちょっと小ぶりなミラーと、はい、そして後ろは驚愕のフロントより太い、うん、いくつでしょう、うん、315です。おー、素晴らしい。スーパーカーじゃないですか、もう。本当だね、まあ、言ったらでもアメリカ的なスーパースポーツですもんね。そうです、これぐらいないと受け止められないでしょうね。そしてリアのローターも380倍、はい、4ポットが装着されていると、うん、これもう外からただものじゃないなっていう、はい、絶対パワー出て絶対速いなっていうのがもうなんかにじみ出ちゃってますよ。そうですね、こんな感じの。そしてホイールに関してはこれオプションでなんとカーボンホイールが設定あるということで、はい、ああそうだったんですか。らしいです。もう見たこともないんですけど、すごいな、それは、はい、そのぐらいなんかこう走りに関していろんなことができるようになってるみたいです。じゃあ続いて後ろを見てみたいと思います、はい、後ろもこのストライプが続いてて、うん、そしてもう社外化っていうぐらいの、うん、ちょっと不良っぽさを感じるんですけど、ワイルドですよね。ワイルドです、うん、これむっちゃかっこいいですね。いやめっちゃいいですよ。ちょっとここだけストライプの真ん中だけこうへこんでて、はい、まあ、当然現代の車ですから、はい、まあ、エアロダイナミクスもちゃんと考えられての形状。そうですね。そしてテールランプはこれも形こそ違えど、うん、なんかこの縦のこの3本ってもうずっとこの流れですよね、はい、そうです。1回なくなってる、そんなことないですか、うん、なんかもうちょっとつながってる感が出てたりとかって若干モデル違うんですけど、このデザインだけ見ると本当初期の頃のマスタングを思い出すようなにこう回帰してますね。そうですね、はい、で最近出たあのマスタングの EV もこれが踏襲されてるんです、はい、そうなんですよ。全然デザインは違うんですけど、うん、なんかその初期初期のやつをちゃんとあの思い起こさせるようなデザイン、オマージュされてるというか、ね、この辺はだからうまいなって。うまいね。あとこの囲われたテールデザイン、はい、この辺なんかもちゃんと現代版にリバイバルされてる、はい、ただセンサーとかカメラとかもしっかりついてますので、まあ、現代版にブラッシュアップもちゃんとされてるってこと、はい、でリアに関してはこのマフラーですよ。でかい。さっきカメラマン言ってたんですけども 35GTR じゃないですか。サイズが本当だよね。どうしてでかいんですかっていう。
これすごいね、グーが入っちゃいそうなぐらいの。ほんとほんと。でこれ出口だけでかいんじゃなくて、はい、太鼓もそれなりのサイズだし、そうパイプも、はい、これエンジンのその排気量だったりだとか、まあ、下級圧も結構な下級圧かけてると思いますので、うん、まあ、その辺なんかが影響してくるんですかね。そうですね。でこれがなんとバルブが結構細かくできるということで、アメ車なんでも常時爆音かと思いきや、はい、ちゃんとクワイエットモードなんて言って、はい、静かにするモードもついてるんで、めちゃ静かだもんね。なんか勝手なイメージですけど、うん、アメリカだとご近所さんが遠すぎて、はい、爆音でも近所迷惑にならないかなと思いきや、はい、ちゃんとそういう機能もついてる。うん、結構これ都内とか、はい、まあ、日本の環境なんかにも割とマッチするんじゃない、ね、まあ、都市部でも全然、はい、使えていただけると思いますよ。こんなマフラーもついてます。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の前に鍵が、はい、全然馴染みがないんで。そうですね。で鍵もこのコブラので、このなんか形見たことあるなと思うと、ちょっと BM っぽい、うんうん、BM っぽいですね。一世代前の BM っぽいですけど、うん、アメリカ出張の時に借りたフォードの、うん、他の車と多分これケースは共通じゃないかな。あ、これもついてる。エンスタもついてるんですね、これ。はい、でアラームも当然ついてる、うん、こんな感じになっております。そしてスマートキーも当然ついてて、はい、内装がびっくりじゃないですか。どういった意味で？ワイルド。そうですよね。価格帯的にもうちょっとこうレザーとか、うん、少し高級感とか、うん、まあ、高級でもそのクラシックなら内装かなと思いきや、うんうん、素材に関しては本当に割り切ってる、はい、もっと価格帯的には、はい、下の価格帯ぐらいワイルドな作り、うん、本当に質素というか、はい、けどコブラの刺繍の入ったレカロシート、これオプションですよね、はい、そうです。でおそらくなんですけど、これ純正シートをベースにレカロでチューニングしたやつじゃないかな、うん、あ、なるほど。なんかレカロも完全車外と規格から携わってるやつと、うん、あと純正が設計したやつをレカロがリメイクしたやつといろいろあるらしいんですけど、おそらくそれじゃないかな、うん、でダッシュボードなんかはダッシュボードめちゃめちゃクラシックじゃないですか。はい、めちゃめちゃクラシックです。メーターフードも低くて、はい、全体的なデザインも、うん、あとはスイッチだったりだとか、エアコンの吹き出しも真ん中は丸だったりだとか。そうですね。ただいろいろ見ていくと、うん、メーターが12インチのデジタルメーターになったり、はい、シフトに関してはダイヤルということで、そうですね、現代なところもちゃんと取り入れつつ、うん、内装が出来上がっているということで、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、うん、でこのスカーフプレートのところはこのフォードパフォーマンスということで、はい、もうパフォーマンスにもお金が注ぎ込まれた車ということで、はい、ドアに至ってもこのビニール、はい、もう割り切ってでよくないですか。あ、もう十分です。そしてちょっと乗ってみたいと思います。はい。さすがにクーペで開口部大きいんで乗り込みやすいです。うん、そうですね。はい、ただこのサイドシルとこの床のこの段差は結構感じます。うん、あ、確かにね。ただなんか入っちゃえば全然しっかり乗り込めます。はい、そしてシートが、うん、パワーがついちゃう方のシートですよ。うん、そうですよ、はい。はい。ハンドパワーシートですよ。より最高ですね。はい、ハイトアジャストとスライドに関しても手動ということで、はいはい、うん、ただ今一回決めちゃえば。そうなんですよ、はい、車の特性特質上そんなのは必要ないので、だったら軽い方がいいだろう。価格帯とのギャップは感じますけど、はいはい、そしてリクライニングに関してもレバーということで、はい、そうです。で後ろに乗り込むときはこの背もたれのレバーがあるんで、はい、引いてもらえば真ん中の後ろですね。でパコンと引いてもらえれば。そしてレカロこれめっちゃいいですね。すごくいいです。座面のこのサイドサポートの高さも、うん、硬さもちょうどいい。ちょうどいい、うん、で背中もこの僕のわがままボディを、うん、しっかり包み込んでくれる、ね、はい、かなりいい感じです、うん、でステアリングに関してはこのスウェード調の真ん中センターマーキングは、はい、白いセンターマーキングが入ってるタイプのステアリングです、はい、で太さがちょっとあれですかね、下が太めで上が細めでって感じですかね、うん、で下側のこのここだけレザーになってるタイプ、はい。そしてボタンが最近なんかみんなこう、ね、簡略化されて、はい、この物理機がなくなっていってるじゃないですか。 それがこれだけたくさんのボタンですよ。そうなの。もうちょっと分からなくなっちゃうぐらい本当だ、ね、よくないですか。でも、はい、なんか男心をくすぐります。そうなの、そうなの。機械的な感じで。そうっすね。すごくいいです。そしてパドルもついてて、はい、この辺のレバー類、うん、あとメーターはここにすると、はいはい、こんな感じでフル液晶の12インチのタイプ、うん、これはモードによっていろいろ切り替えられるタイプのやつですよね、はい、で当然アメ車仕様、アメリカ仕様なんで全部表記英語ですけれども、はい、まあ、基本的に車の表示ってなんか特殊なものないんで、まあまあ、はい、そうですね、え、何これっていうのはまずないから。ないですね、はい、まあ、困っちゃうことはないかなと、はい、そしてあとはこっち
メディア関係に関しては、うん、フォードのロゴが出てきて、うん、はい、まあ、一通り、うん、ただナビもアメリカのまんまですし、はい、ラジオの周波数もずれてるんですよね。そうです。なのでこの辺はまあスマホ、はい、カープレー対応ってことなんで、うん、まあ、スマホをうまく使っていただけるといいのかなと、はい、あとここにオイルプレッシャーとオイルテンプ、うん、オイルテンプ、ここでただものじゃない感じを感じますです。でこれデザインいいですね。でいい、すごくいいですよね、はい、でこの左右対称な感じのダッシュボードと、うん、はい、あと今回の車はオプションのバングがついてるということで、うん、はい、ツイッターもこちらについております、うんうん、そしてエアコン、クライメート関係はこんな感じで、はい、これもなんかクラシックっぽい、そうですね、感じを感じます。はい、だってスイッチはだってミーみたいな、このスイッチ、そうなんですよ、このトグルスイッチみたいな、良、うんうん、くないですかこれ。いいですね、これ好きです。これだってハザードですらこれです、はい、かっこいいですね。でスタートストップはあんまりここってないですね、うん、こちらがついております、はい、そしてギアセレクターの周りでオンにしていただくと、うん、まあ、そういうこと、うん、はい、こんな感じで、あと電動のパーキングと、はい、あとドリンクホルダーと、うん、アームレストが、はい、こんな感じで小物入れがついております、はい、こういうのが、うん、こういうとこですよこれ。そう、はい、はい、あともう一個いいですか。はい、いいですか。はい、そう、あ、開いた。石川さん、ちょっとバックしてください。はい、いいなと思ったのこの、はい、バイーンって、はい、もう全然そういうとこにお金かけてない感じ。そう、いいですね。もう本当にシャーシとエンジン、そうですね、もう本当にそこだけ全力投球しましたっていう、はい、そしてダッシュボードにはこの GT500 の、うん、はい、こちらのエンブレム、うん、コーションプレート、はい、プレートもついております、はい、そして天井関係はこれプラスチック、ね、プラスチックですねこれね。でルーフも、はい、はい、でちょっとここはみ出てますけど、うん、はい、このぐらいのワイルドな作りが、そうです、そこじゃないんです、はい、はい、違うんですよ。モールでこれしまっとけんのかな。はい、これ しまえますよ、はい、大丈夫です、はい、後でしまっておきましょう、うん、そしてバイザーもこのファブリックのタイプ、はい、はい、ですね。で乗り込むとフロントガラスの傾斜は結構感じます、ね、うん、ああそうですね。ただ視界は、ね、あの、うんうんうん、悪くないです、はい、高さは割とあるんで傾斜は感じますけど視界は悪くないかな、はい、そしてあとはペダル関係、うん、ペダル意外に、うん、あの癖がない。そうですか、はい、うん、そうでもないですか。いやでもアメリカの車の左だから、あ、もういい感じなんじゃないですか。右じゃないから、そうそう、癖、ラングラーとかってフットレストなくなっちゃったりするじゃないですか。そうですね、全然そんな感じじゃない、はい、まあ、アクセルペダルもうちょっとここスペースあったらいいかなって気がしますけど、うん、全然癖はない感じです、はいはい、こんな感じの内装になっております、うん、じゃあ続いて後ろの席も乗ってみたいと思います、はい、この中央なんですね。そうです、真ん中ですね。肩とかじゃないんですね、はい、中央にレバーがあって、うん、押してもらうと倒れる。そうです。でスライドはしないんですね。スライドしないです。倒れるだけという、はい、で割とこの純正ベースのレカルなんで厚みもありますね。はい、車外のレカルよりかもしっかりしてる感じがします、うん、で乗ってみると、あ、結構ルーフの低さ感じますね。はい、で乗り込むと、うん、あ、これはですね、天井がめっちゃきついです、はい、あ、本当だ、はい、あの僕175ですけど完全にもう首をこうしないと乗れないです、うん、ただお尻はめっちゃ沈み込むんで。ちゃんと入ってるよね。はい、ホールドはいいです。どれどれ、お子さんぐらいだったんですけど。本当だ、大人の男の人は結構きついかもしれません。きついですね。ルーフ多分これ戻しちゃうと、はい、あ、これきついですよね。そうですね、もうこれ、はい、まあ、下げちゃってるからっていうのもあるから。でもこれ、いやでも、はい、うん、オプションでなしにできるんですよね。ツーシーター、はい、あ、そうなの。500あるらしいです、オプションで。へえ、まあ、本来というか元々の流れはもうそういう車ですから、ね、そうですね、もう軽量化で、はい、うん、一番最初の GT500 だから GT350 かな、うん、はもう後ろの座席も取って、うん、エアコンも取ってって売ったらもう大不評で、うん、次からついたっていう、うん、まあ、大昔のやつですけど。あ、はいはいはい、だその流れを組んでるんで、うん、まあ、後ろの座席はこんな感じですけども、うん、で装備的なものも何もない、何もない、ダッシュもないし、はい、充電もないし、アームレストも何もない、うん、小物入れも何もない、うん、そうですね、はい、まあ、本当に応急用というか、はい、まあ、911のリアシートみたいな、あ、そんな感じをイメージしていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランク、ここにスイッチがあるんですね、うん、スイッチがあります。ただこのパワーじゃないんで、はい、まあ、手動で開けていただく感じ。そうですね、この感じ で、はい、これやっぱりアメ車なんでついてるんですね。そうですね、あの閉じ込められた時用に、はい、どんだけ物騒なんだよっていう正直な感覚がちょっとありますけど、これもついてて、はい、そしてトランク意外に広い。広いですね。奥行きもあるんで、はい、まあ、いろいろこう日常使いにも、うん、まあ、そういうものじゃないかもしれないですけど、うん、
まあ、使えるかなたっぷりですね。でこっちもギリギリまで売ってあるんで、はい、ゴルフバッグとか、うん、全然いける感じじゃないですか。使い勝手も予想通りです。で、はい、こっち側はバングのサブウーファーが、はい、ついております、うん、そしてこっちの下側には、はいはい、まあ、スペアタイヤがオプションかなんかであるんですかね。そうですね、はいはい、こちら収納になっててパンク修理キットが入ってます、はい、であとは、うん、これ閉めるのをどっか欲しかったなって思いました、うん、いやそういうの思わないです。あしあもう男前なんでもう普通にもうバーンっすね。そうです、はいはい、ちょっとあのボディが黒いんで手垢とか気になっちゃう。なんかこう触るとこ探してるね。そうですね、はい、こんな感じのトラックになっております、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、で開け方なんですけど、はい、運転席足元のまずレバーを引いていただく。ただそれだけじゃ開かないんですよ、はい、このボンピンを そうです、押す、押してもらいます。真ん中をただ結構力強く押さないと。そうですね、はい、グッとグッと、うん、いきます、はい、これ女の人押せなくないですか。かもしれないですね男前の車、あの女性の場合はこう誰かにこうサポートしてもらってください。そうですね、はい、ちょっとあのムキムキの、ああそうです、ね、そこまででもらっても大丈夫です。で両方押して、はい、ここの、はい、ロックですね、最後の、はい、安全の。あ、ごめんなさい、はい、こんな感じで上がります。でフードがこれファイバーなんですね。はい、であれだけ大げさなダクトがついてたのにほぼ隠れてるんですよカバーがついてると、はい、まあ、もしかしたら仕様でなんかちょっと違ったりするのかなって。そうですね、あるかもしれない。そしてやってまいりましたエンジンルーム、うん、まずちょっとスペックの方から、はい、5163cc 約 5.2 リッター、うん、V8 スーパーチャージャー、はい、馬力が発表します。760馬力でございます。すごい、これ過去最高ぐらいじゃないですかもしかしたら車両なかなかないですよね。ないですよ、700馬力台ってあんまりないですよ、ね、まあ少ないですよね、うん、でトルクの方が、86.2 キロということで、はい、もうお化けみたいなスペックのエンジンですけども、はい、でこれがコブラの、ロゴも入ってて、これ職人さんの手組みらしいです、はい。で単純なスペック的なもので言うと、はい、フォード GT よりパワーが出てるそうです。フォード GT が、まあ、655馬力ということで、うん、あれ車が軽いんで、はいはい、あんまりこう馬力でこう比較にならないかもしれないですけど、うん、まあ、単純な馬力で言うとそのぐらい出てるということで、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、 これもフォード GT 用のものが、うん、はい、まあ、多分チューニングされてたと思うんですけど、うん、こちらに積まれてて、はい、0.1 秒でシフトするような、もうなんか車のお金かけるところも全部このエンジンと足回りに、はい、普通だったらもうちょっとバランス考えて内装も少しこう豪華にしたりとかありますけど、もうこの車の場合も本当にエンジンと足回りにも、しかも分かりやすいもうパワーの方にお金を吸い込んだ車ということで、はい、でこれ0-100で言うとなんと3秒台半ば、一部資料によると3.4秒、3.4 秒ってスーパーカーですよこれ。スーパーカーは別に 3.4 秒出るのあるじゃんって思うじゃないですか、はい、この車重たいんですよね。そう、しかも FR でだって、はい、1トン900ぐらいあるんですよ、はい、それが 3.4 秒で飛んでいくというそして、04もアメ車らしくタイムが公表されてて、うん、11秒以下か。はー、結構04っていろんなジャンルがあるんで、はい、もう速いのとかって本当に4秒5秒とか、まあまあ、もうなんかジェットエンジン積んでるとかありますけど、はい、普通のこう道走れる車で10秒ちょっととか、うん、いや、まあ、中には10秒切る最近なんかその、うん、チャレンジャーのデーモンでしたっけ、うん、アナログもありますけども、はい、10秒って恐ろしいタイプ。いや相当速いですね。で、最高速に関しては289キロっていうふうに公表されているらしいんですけど、はい、仙台でも320キロ出たっていう話もあるんで、まあ、おそらくスペック的にはもう全然それぐらい出るであろうという、なるほど、ことが言われているみたいです、はい、でちなみに今このアメ車、うん、このマッスルカーのこのブームというか流れがやっぱり出てきてて、うん、他にも、シボレーのカマロン ZL1 が対抗だったりとか、ね、チャレンジャーの SRT とか、うん、あの辺が、はい、まあ、バチバチに対抗馬として出てくる、その辺になってくるみたいです、うん、であと、うん、スペックはこんな感じ で、はい、であとエンジンルームもすごいですねこれ。これあのなんすかこれ、タワーバーっていうんじゃなくてもうほぼほぼフレームです。こう見た目は上側になんかブレースでなんかも補強してるって、そんな感じですよね。でスーパーチャージャーもこのデカさですよ、はい、エンジンの背高くなっちゃってるでしょこれはちょっと、うん、
やりすぎなんじゃないかっていうぐらい、うん、インテークもこの太さですからね。そうだから、ほらなんか昔のクラシックなワッスルってやっぱりこうスーパーチャージャーをボルトオンで乗せていくじゃないですか。そうしてるうちにエンジンフードを切らなくちゃいけないとかっていう、そのデザインもなんかこうモチーフにしてるというか、盛り上がって盛り上がって、そうでこの辺なんかはカーボンファイバーコンポジットということで、うん、そうですね、まあ、一部こうフードだったりこの辺なんかの軽量化も、はい、もう元々そういう流れの本当に軽量化してパワー出してっていう車の流れがもうそのまま受け継がれている車になっているようです、はい、うん、続いてトーカロイ見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。行きましょう。じゃあとりあえずラインロックの方法。ああいいですね。このトラックアップス、うん、ラインロック、ラインロックまでついてるということで、うん、素晴らしい。バーンアウトができちゃうじゃないですか、はい、やります。いやフロントブレーキだけかけるってことですよね。そうですそうです。じゃあブレーキ踏みながらアクセル全開、はい、はい、です。じゃあやってみたいと思います、はい、って怒られるんで、はい、それはたくさんそういう動画があると思いますんで、はい、YouTube で検索していただければ、うん、まあ、そんなのが気軽にできるという。はい、行きましょう。はい、あのちょっといいですか、はい、初めてですこんな感覚。うう乗るのが怖いです。あ本当、はい、ちょっとドキドキ、はい、いい車ですよ。いやなんか欧州車、まあ、イエス車とかもそうですけど、うん、どんだけハイパワーの乗っても、うん、まあまあ大丈夫だろうなってなんかどっかで思ってるんですよ。あ安定してんだろうなみたいなね、車がね受け止めてくれるというか。あのアメ車のハイパワーって恥ずかしながら初めて乗るんで。あそうですか。でも前情報がやばすぎて。なんで？もうアクセル踏んだらこうバーってケツが出て刺さるんじゃないかっていう。あはいはいはい。ちょっとそんな感覚に、うん、だって音がこれですよ。だって、うん、あいいね、最高です。直感じゃないですかもうこれほぼ直感の。だってあの反響音がありますよ、ね、これノーマルなんですもんね。ノーマルです。これよくあの登録できたっすね。うわうわ曲がんない、全然曲がんないこれ。まっすぐ行った方がいいよ。まっすぐ行きます。危ない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 。え全然小回り効かない、うん、でこれ曲がるよ。いや今全然曲がらなくてびっくりした。あ全然普通の90度のコーナーぐらいだったら大丈夫です。はい。あアメ車ほぼ初めてですか。はい、はこの手のこのシルエットのアメ車、はい、アメ車は初めて乗ります、はい、なるほど。トラックとかバンはいっぱい乗りました、はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。まず、うん、まずちょっと整理しましょう、はいはい、まずノーマルにします、はいはい、でマフラーもノーマルにします、はいはい、ここからいきましょう。そうですね、はいはい、わーわーこれ全部ノーマルっすか。はい、ノーマルっすよ全部。うわあのですね、どこから説明すればいいだろう、はい、どっからでも。まずですね、はい、乗り心地はすんごい唐突、うん、はい、あ、車ってこうだよねっていう、本当になんか基本っていうか、なんだろうな、タイヤがついてる箱の動きってこういう動きするよねっていう、はいはい、
でですね、ブレーキはですね、うん、あのもう最初から硬い、うん、普通踏み込んでいくと奥硬いじゃないですかじゃなくて、うん、もうあのパッドがローターにタッチした瞬間から、うん、ペダルが硬いっす、うん、でこういう段差とかもこんなんすよ、もうそうだねこれはある意味ちょっとこうソリッドというか、うん、もうまんまの乗り味なんですね、うん、だって冷静に考えたら、だってこれが7万ドル台で売ってるんですよ、うん、アメリカ、うん、びっくりじゃないですか。まあ、為替の関係もありますし、日本に持ってくるとその登録もそうだし、うん、そうだね、持ってくる料金もかかるんで、はいはいはい、まあ、そんなに安くはないですけど、うん、だってこれだけハイパワーの乗り物なのに、この内装とシートに至っては手動ですよ、うん、はい、そんなのあります？最高じゃないですか。言ったらなんか日本で言ったらもうカローラってことはないけど、86がなんか500馬力ぐらい出ちゃってる感覚じゃないですか、はいはい、いやこれでもちょっと踏むの怖いな。そしたら一回まっすぐの状態がでも持てた方がいい、ちゃんと。そうっすよね、うん、ハンドルまっすぐの方がいい。そうそうそう、そうしないと安定しない。でもそんなかな。いいっすか、はい、ちょっとゆっくり踏みますね、はい、すげえすげえトルク感。あと意外にあの前が浮くかと思ったら、ね、ちゃんと前の接地感すごいね、ちゃんとしてますよ。これ前タイヤがぶっといのが効いてんすかね。それはあるんじゃないですか、足硬いのと。はい、あれ前が305っすか。あ、305だったっけか、確かアウディでなんか車外タイヤホイール履いたサイズじゃないんですか、ね、アウディ結構4本ともとんでもないサイズ履けるじゃないですか。そうですね、投資で、はい、それ級のこのタイヤの太さ、うん、ミッションもすごい、変速ショックがあるし、うん、ガツンって感じですね、はい、分かりやすい、うん、これがフォードの GT40、うん、どっちだ、はい、フォード GT、 新しい方ってどっち。フォード GT と共通のミッションらしいですね、うん、ああなるほどね、はい、0.1 秒でシフトアップできる、はい、これはちょっとまた日本車とヨーロッパ車と違う感覚っすね、はい、このもうこういう段差とかもこうだし、うん、そこまででも感じないよ、助手席は。本当っすか。ほんとほんとほんと、そんなに、まあまあ硬いスポーツカーだよなぐらいな感じ。ちょっとあの前回乗ったのがアルピナ X37 っていうのがちょっとね、はい、対象としてはそうですね、真逆というか、真逆の、はい、本当に荒削り、うん、けどもうめちゃめちゃ楽しいです。これ楽しいでしょ。楽しいです、うん、これはだからハマる人はハマっちゃうんですよ。なんか本当にエンジンに乗ってるって感じしますね。あ、そうですね、はい、エンジンのなんか鼓動感を感じながらこう、うん、動くパーツのなんか感覚をすごく、うん、だからステアリングにもなんかすごい振動くるし、うん、お尻にもくるし、うん、ボディの動きも本当にこうまんま、うん、なんか余計なものでこう調整されてないというか、はい、だから分かりやすいって言えば分かりやすいですよ。分かりやすいですね。そうですね、変速ショックは結構ありませんか、ガツンって、はい、いいっすね。あれでもダウンは全然ないっすね。ないっすね。これでノーマルモードなんですもんね。うん、そうです。引っ張る上げていいですか。はい、スポーツ、トラック、はい、4段階になってるんですかね。クワイエットとノーマルとスポーツとトラック。トラック、はい、おー、V8サウンドがドロドロ来たね。お尻がちょっとあのくすぐったくなるぐらい、かゆくなる、ムズムズしてる。ドロ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 、あ、大好きです。バイクで言ったら本当にアメリカンのバイク乗ってるみたいな、はい、これ楽しいっすね。楽しい。マフラーほらクワイエットにしてあんなに静かになるから。いや、めっちゃ静かになりますよ。いや全然苦にならないこれ。ほら、うわ、めちゃめちゃ静か、うん、このさ、これだったら近所迷惑にもならない。いや一切ならないですね。でこう高速とか迷惑にならないところは、うん、開けて、はい、うわ
あとは意外になんかハンドリングがすごくいいみたいな書いてあるレビューあったんですよ、うん、なんとなくわかる気がします。アメ車なんかこの辺特にマッスルカーのこのハイパーのやつってなんか直線番長な、うん、あのイメージだったんですけど、意外にフロントの接地感あるっす。サーキット走ったらどうかとかわかんないですよ、うん、なんかもっとなんか唐突でフロントの接地感ない乗り物かなと思ったら、うん、意外にフロントの接地感あります。うん、僕個人的にアメリカの車を何台か乗ってますけど、みんなが言うほど接地感がないとか、イメージがそういうイメージなんですよ、ね。はい、そういう、前が浮いて、はい、それって多分あのラグジュアリーセダンだと思いますよ。そうなんですかね。はい、あの後ろも前もこう、はい、なんか交互に伸びたり縮んだりみたいな。アメ車の加速って言ったらなんか結構腰さんでフロントがちょっとリフトしてっていうイメージなんですよね。はあ、全然そんなことない、はあ。ステアリングはこのタイヤがぶっといせいか、うん、しっとり重たいです。うん、だ逆になんかその加速してもそれがなくならないんで、うんうん、あの全然怖い感じがないです。うん、だ最初に構えてたほど本当に拍子抜けするぐらい、うん、普通に走れちゃいますよね。そうですね。モードノーマルですけど、うん、だってモードに、はい、冷えてる時にタイヤがね、はい、タイヤが冷えてる時に一般道で、一般道も路面が冷たい時にちょっとアクセル入れるともうキューッつって前に行かない感じですね。そのためのバーンアウトです。そうです。 ラインロックです、はい、そんな感じです。そんな感じですね。俺タイヤとガソリンがいくらあっても足んないですよ、はい、いや本当ですね。じゃあちょっと待ってタイヤ温めるからめっちゃかっこいいじゃないですかそれ。だってモードが、うん、これノーマル、うん、マイモード、うん、マイモードっていうのが細く設定できるやつですね、はい、そうですね。でスポーツ、うん、トラック、ここまでは分かるじゃないですか、はい、まあ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 、はい、だってその次が、はい、ドラッグストリップっすよどういうことっていう。で最後スリッピー、はい、ドラッグって、うん、それあの一般公道走る車で売っちゃダメでしょっていう。そうだね、考えられないね。04だって11秒台はもう伊達じゃないですよ、うん、市販車でだってノーマルっていうか何もしてない、うん、普通のラジアル履いて11秒台どうかしてますよ。強烈だよね、すごいね。あー、やっぱりコーナーとかは、うん、本当になんか感じながら自分でこう、うん、操作して走る感じ、うん、これ楽しいですね、うん、けどこれだけじゃちょっと成立しない気が。あ、そう。これとコンパクトとか、あ、これとなんか人が乗れる車とか、うんうん、これでも好きな人がいるのは分かります。いや、ハマります、ハマりますね、これ1回乗ったら、うんうん、めっちゃ楽しい。だから否定をするんじゃないですけど、はい、そのメーカーがいろんなことを考えて作ったんだと思うんですけど、コルベットがなんでミッドシップになっちゃったんだろうって僕は逆に思ってたんですよ。あ、まあまあまあ、でも しょうがないですよね、はい、軒並み他のスポーツカーメーカーの代表する車はみんなミッドシップですから、それはしょうがないのかもしれないですけど、ここまで FR で引っ張っておいて今このタイミングでミッドシップなんだと思って、確かに、はい、なんかもっと違う楽しさを追求してもよかったのかなって僕は思ってたんですけど、なんかスタイリングがスーパースポーツみたいなスーパーカーのスタイリングになったじゃないですか、はい、はい、だから結構あれでこう見た目の先入観からか、うん、乗って、うん、ギャップにびっくりする人多いらしいですね。そうなの。意外になんか乗用車ライクというか、あ、普通っていう、はい、なんかフェラーリみたいなそのビジュアルだから、うん、ああいうちょっととんがった感じをイメージして乗ると、うん、中身がいわばアメ車じゃないですか、はい、びっくりするっていう、うん、でもアメリカじゃめちゃめちゃ売れてるんですよね。あ、そうなの。へえ。それはもう道路環境だったりだとか文化の違いだったりとか、そうですね、あると思いますけど、うん、これはでも楽しいな、うん、楽しいけど本当にガソリンとタイヤがいくらあっても、うん、燃費だってメーカー公表値で4ぐらいでしたよ。あ、そうなんですか、はあ、いいですねで多分実測で言ったら多分もっと少ないですよ。そうですね。でもさ、そのどういうふうにこうその燃費をね、計算してるのかよくわからないけど、でも
さっきも言ったように僕そのアメリカの車乗ってたじゃないですか、自家用で、はいはい、でエンジンでかくてみんなそんなのリッター 2,3 キロしか走んないじゃんって言われて、はい、でも実際乗ってみて、5000cc とか 6000cc を何台か乗ってたんですけど、はい、5を切った車ってなかったですよ。へえ。なんだったらもっとすごい燃費悪いヨーロッパの車っていっぱいあるじゃないですか。まあまあ確かに、まあ、だからもうそんなでもないんじゃないのかな、なんか結構誇張されて言われるよなと思って。イメージ大事ですよね。そうですね。その点イメージで損してるかもしれないですよね。かもしれないです。だから意外と峠走ったりとか、うん、東京の首都高走ったりとかっていうのは別に苦痛でもなかったし、それなりにそれなりの車でしたよ。どれもメーカー公表値も高速だと7ぐらいになってるんですよ。ああそうなんですか。で鳴らすと 5.いくつとかになってる。へえ。実は自分 の、 あの父親も昔マスタング乗ってたんですよ。あ、そうなんだ、はい、ちょっと話を掘り下げたことないんでどの年式か分かんないですけど、ああもうそれはもうめちゃめちゃ燃費悪くて。そうでしょ、はい、昔のやつは。昔のやつです、うん、それだったら分かるけど、最近のは60年代70年代ってリッター1キロだ2キロだってなんか当たり前だったんですよ。そのぐらいの、ね、もうマフラーから10円玉が出てんじゃねえかっていうぐらいチャランチャランチャランってそのぐらいの燃費だったって、うんうん、たまに話しますけど、はいはいはい。いやでも普通に何ですか、巡航でこのぐらい流そうと思えば、うん、全然普通に走れちゃう。そうですね。なんか別に気負う車でもないし身構える車でもないし、あとこのスタイリングなんでブラインドは多少見づらいです。そうですね。あとフロントの傾斜は感じます。はい。でもすごくない、だってこれブラインドアシストちゃんとついてる。ついてるんですよね。そう、パーシートついてないのにだってパワーシート使う必要ないじゃん。いやまあそうなんですけど、うん、欧州車だったらみんなついてるじゃん。あ、まあね、一回決まっちゃえば、うん、っていう考えなんじゃない。で内装の質感に関してもこれじゃないですか。うん、言ったらカローラとかそのぐらいの。ああそうですね、はい、まあ、これにこんなとんでもないエンジン乗せて、いや、はい、だからこの価格なんすよ。そうですね。ここも革ふんだんにとかいろんなことやりだしたら、うん、多分、うん、またさらに確かに、はい、数百万円プラスです。エンジン買ってるようなもんですね。そうですね、はい、エンジンと駆動系を買ってるようなもんですね。あの言ってもシェルビーですからね、はい、名門シェルビーですから。そうですね、はい、ちょっとこれ撮影終わったらもう一回フォード VS フェラーリ見ます、はい、はい、でもなんかそのシェルビーさん、うん、はい、でなんか元レーサーですけど、うん、あのレース時代はそんなに活躍してないんですね、うん、そうみたいですね。なんかその引退してデザイナーになって、デザイナーっていうかその車のプロデュースするようになってから、うん、はい、あのル・マンでその輝かしい成績を残したりだとか。そうですね、はい、キャロル・シェルビーさん。そうです、キャロル・シェルビーさん、はい、10年前ぐらい亡くなってるんですよね。そうです、うん、80歳ぐらいだったかな。はい、伝説の名車 AC コブラですか。そうです、うん、AC カーズとくっついて、うん、言ったらイギリスとアメリカの愛の子みたいな。そうですね、あれもファンが多いですよね。あ、もう相変わらずですね。もちろんそこまでとんがってないですけど、うん、なんか雰囲気は、はいはい、やっぱり同じものが、うん、まあ、あれもう実車見たことあったっけな。もちろん乗ったことはないですし、うん、ちょっとじゃあ、うん、少しだけじゃあ片鱗をいいですか。いいですよ、スポーツモードで。これスポーツモードそれぞれあのメーターの表示変わるんですよね。はい、スポーツモードだと半周してビューインになって、うん、はい、これがドラッグかなんかになるともう真横のやつしか出ない。あ、はいはいはい、はい、これは本当にちょっと車の感覚独特っすね。ポジションはでも、うん、あの至って普通というか癖がないというか、うんうんうん、なんかペダルが曲がっちゃってるとかもないし、うん、はい、ステアリングの感覚がなんか独特っていうのもないですね。はい、はい、いいですか。いいですよ。はいえはいえ早い、早いし、この音がいいっすね。音いいね。なんか絶対パワー出てるっていう。そう、こう、なんていうんですか、こう
昔風に言うとこうメカニカルチューニングされたようなエンジン音っていうんですかね。ハイカム入ってビッグバルブついてみたいな、そんなような音ですよね。全然高回転のあれじゃないんですけど、はい、ユニットじゃないんですけど、はい、もうパワーがチューニングされて絞り出されてるっていう感じの、うん、はい、分かりやすい。これはこの個性は必要じゃないですか。いや必要ですよ、こういうのは思います。本当に、はあ、いや何だったら僕真面目に自分が乗りたいですよこういう車。いやいいっすね、はあ、いやこれちょっとまっすぐなとこずっと走りたいな、北海道とかなんか、うんうん、ロスからラスベガスに行くあの砂漠の中を走りたいですよ。あああそこね、うん知らねえけどで毎回行くためにあそこちょっとアメリカンとかで走りたいっすよねって話するんですよ。ああでも全然話は変わりますけど、はい、先日先々月か、うん、ドイツ行かせていただいたじゃないですか、うん、ドイツって意外にアメ車の文化あるんですよ。あそうなの。お意外にアメ車の文化ある。あそれは知らなかったですね。全然イメージないじゃないですか、うん、全然ない。好きな人めちゃめちゃ多いんですよ。あでちょうどミュンヘン一番下ツアーで一番下のところ、うん、行ったのがミュンヘンまで行ったんですよ、うん、でミュンヘンのモーターワールドっていうその、うんうんうん、まあ車のなんかテーマパークみたいな施設があるんですけど、はい、そこでちょうどアメ車のイベントやってて、もうなんか日本ではあんまり見ないようなレアなアメ車とか、うん、もうわさわさ入ってきてて走ってて、どっちかっていうとなんかちょっとアメ車毛嫌いするぐらいのなんか国民性かなと思ったら、うん、全然そんなことなくて。そんなイメージあったけど全然全然、あ意外にアメ車の文化あるんですよ。あそうなんですか。なんか日本って数年に1回なんかちょっとしたちょっとブームで盛り上がってまた下火になって盛り上がっての繰り返しじゃないですか、うんうんうん、アメ車ってなんか安定したこうニーズというかマーケットっていうのがこうないというか、好きな人は好きだけどなんかあんまり前面に出てこないみたいな。そうですね、うん、まあ、僕らがちょっと知らないだけかもしれないですけど。そうですね、確かに何年かに1回こうちょっと盛り上がる時なんか盛り上がる時ありますよね。ちょっと僕が免許取った時が、うん、本当にサバーバンとか、はいはい、あれあの辺がものすごい流行った時なんですよ、うん、で免許取る何年か前は、うん、あのカプリスワゴン分かります。あ分かります。あの辺がものすごい流行ってたんですよ。へでその後ナビゲーターが流行ったりだとか、はいはいはい、あとクライスラーの 300C、うん、あれ流行りましたよね。めっちゃ流行ったね。僕があのコルベットのロードスター乗ってた時は、はい、あの所ジョージさんの、うんあのコルベットだったりとか、はい、あのマッスル系がちょっと流行ってましたね。はい、20歳そこそこぐらいだったかな。でその後にタホ、はいはいはい、あとは C1500 とかピックアップ系 SUV 系がちょっと流行ったり、でその後にチェロキーの波が来たりとか、うん、で乗ってみると面白いっすよね。そう本当にあのなんていうんですか、古典的っちゃ古典的なんですよね。だから分かりやすい車っていうんですかね。ゆえになんかライフスタイルにこう柔軟に対応できないイメージがあるんですよ、うん、なんか ありません。なんか、うん、サバーバンとか C1500 乗ってたけど、うん、なんか結婚してちょっとあまり大きい車はみたいので乗り換える人が多かったりとか、うん、この辺とかも、はいはい、人が乗れないし燃費悪いし、うんうん、ちょっとライフスタイルが変わって乗り換えることになったんだよなっていうのをよく聞くイメージ。なるほど。今の車なんかもう快適で速くてっていうの多いじゃないですか、うん、そうですね、いろいろ装備もついてて、うん、その点この辺ってすっごいとんがってるし。確かに。でもそれはヨーロッパの2シーターだったり 2x2 クーペのスポーツカーだったりっていうのも同じ流れは確かにあります。そうかもしれない。特にアメリカのスポーツカーってこれも僕の感覚なんですけど、ヨーロッパのスポーツカーよりも若い方の方が好む傾向があるので、だからもしかしたらツッチが言ったように結婚して子供ができてそちらでお金が必要になるから車の維持費を抑えたいよっていう話もなくはないかもしれないですね。いやでもやっぱり車って、うん、これこうじゃないですか、うん、楽しい楽しい楽しいですよ本当に本当に楽しい、うん、
なんか普通にこう普通に乗ってて普通に移動してなんかこうでもアクセル踏んでわーって言った時になんかこう乗ってる連中がわーっつって盛り上がる車ってなんか最近少ないじゃないですか。そうですね、はい、なんかいいあーいい楽しいねーっつってみたいな。いやこれ楽しいですよ。助手席乗せてもらっても楽しいですよ。いや楽しい楽しい全然楽しいと思いますよ。もう本当に割り切ってるし、うん、ナイス男、うん、あ前からマスタングが、うん、来ましたね。ですね小回りは効かねえですまあまあまあでもでもでもまあ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 、はい、でも踏みたくなっちゃいますこれ。なっちゃうね、はい、これすごいね。今時こんなとんがったこれだってこれ 2000? 去年の車ですね。21年ですよ、ね、そうです。2021年にこんなに振り切った車作りますね。はあ、これあれなんですね。ヨーロッパ入れられなかったんですよね。知ってます？え、ヨーロッパの基準に適合しなかったらしいですよ。日本は大丈夫だったんだ。日本は大丈夫だったらしい。まあそれが排ガスなのか、うん、まあ、その 燃費のあれなのか分かんないですけど、うんうん、ヨーロッパの基準に達しなくて、ヨーロッパはこれ入ってないらしいんですよ。あら、すげえな。でもヨーロッパもこれ平行っていう扱いだと入れられるのかな。じゃないですかね、うん、多分。なんかルートありそうな気がしますけど、うん、なんかヨーロッパのドイツとか、はい、オーストリアとか、はい、なんかその辺の人たちなんか結構無茶するイメージがあるから、こういう車好きなんじゃ、はい、確かに好きな人は好きなんだろうねって感じなんだろうね。本当にエンジン乗ってるって感じですね、うん、このミッションのつながりも、うん、0.1 秒といえこのラフだし割と、うんうん、出足もこううんって感じだし、うん、本当味がある、うん。でも意外に本当にまあでも普通に乗れちゃいますからね。乗れちゃいますね。はい、全然モードもこれでも戻れるようにしたいですね。ああそうだね、一歩通行だからね、このモード設定がね。ウルスと一緒なんですね。うん、そこだけかな。うん、あとはシートもこのレカロでいいし、うん、これシートいいね。シートめっちゃいいですね。うん、さすがレカロ。でもレカロなんか割と背中こういうセミバケタイプって背中押し出されてるイメージだったけど、うんうん、これ全然ないっすね。ないない、全然ない。またこのボンネットっすよ、うん、はあ、外から見てもすんげえなと思ったんですけど、うん、中から見てもこんな出っ張ってんすよこれがね、いいんですよ。びっくりするぐらい出てますよ、はあ、ドライバー目線だとこうだもんね。そうっすね。いい感じ。さすがにスーパーチャージャーの これがついてる感じじゃないけど。ああそうだね、雰囲気は、うん、ああいうのもしっかり乗ってみたいですよね。いや乗ってみたいよ。なんかフラップの開閉バーッて、そう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 、3年ぐらいでついてて、そう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 、はい、いやいいな。なんかもうバングとか聞いてる場合じゃないですよ、うん、マフラーの音を聞いて走りましょう。そう、はい、本当そうだよ。いや本当に車なのになんかエンジンにまたがって乗ってる感じ、うん、新しい世界を垣間見ました、うんうん、最近だとほらダッチのチャレンジャーとかね、はい、複数台でツーリングみたいに走ってる人たちも結構高速道路で見受けられますしね、まあ、好きな人は相変わらず好きなのかな。マーケットが小さいからね、どうしても。そうですね、うん、もっともっと認知されて、あと幅もありますしね、これ。そうだね、いいですね。この毒にやられるんですね。そうです、うん、クラシカルな感じなのこれ。いいですね。ああ確かにこの辺とかめっちゃクラシカルですよ。なんかね、だとシャッターのボタン、はい、使えないけど、うん、本当だ、ガレージのシャッターのボタン、うん、あと使えないけどアメリカのナビと、そうですね、アメリカのラジオと、そうです、はい、まあ、この辺携帯ありますからね今。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、
乗るとこんなにいいんだな、こんなに楽しいんだなっていうのを今回再確認しました。改めてね、改めて。だから最近の車ってすごい車多いじゃないですか。でも電子デバイスでどれだけこうなんていうんですか、サポートしてもらってるっていうか、下手なドライビングテクニックをカバーしてもらってるかっていうのが、こういう車に乗ると改めて分かりますね。本当に、はい、ある意味あの楽しさ半分ちょっとドキドキしながら乗るっていう。でも車ってもうそうなのかもしれないですね、もともとは。本当はね、もう箱にタイヤがついて原動機がついてるっていう、うん、もう本当に走る楽しさをなんかちょっと再確認する車でした。はい、というわけで今回はフォードマスタングシェルビー GT500 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。